ただいまから公安期的塾の夕べの講演会を開催いたします私は大阪大学的塾記念センターの島田昭一と申しますでまずはじめに大阪大学総長的塾記念会会長の西尾昌次郎よりご挨拶がございますよろしくお願いします ただいま紹介いただきました大阪大学総長また適塾記念会会長の二章でございます本日はお忙しい中令和5年度公安期にご参集いただきまして誠にありがとうございます今日は例年と比べましてちょっと長めに話を させていろいろとお伝えをしたいことがございましてまた、この日のいい党を再認識してみたいと思いますので7分ぐらいで終わると思いますのでどうかご容赦ください <laughs> 今回の公安期は緒方公安没後160年の節目に当たります。この機会に 公安が請求して以来その期日すなわち明日がどのように扱われてきたのか簡単に歴史を振り返ってみたいと思います文久2年1862年8月公安は幾多の春英を育てたここ敵軸を後にして 江戸に向かい幕府奥医師及び西洋医学書頭取に就任しますしかし多忙かつ重責の任務は元来病弱な公安の心身を疲弊させ翌文久3年1863年6月10日 帰らぬ人となりました公安の葬儀には江戸で活躍する敵塾門下生50名以上が駆けつけその死を悼みました明治8年1875年の公安13回忌には緒方家が門下生を招待し 高松陵雲長与戦災大鳥圭介福沢郁吉佐野常民はじめこれらの方々は歴史上本当に偉大な方々ばかりです38名のそうそうたるメンバーが集まりましたそこで福沢はこう呼びかけます 今日の我々があるのは一つに小,小方公安先生の教訓・訓導の力によるものだ今後は毎年6月10日と11月10日に文科生で集まろうこの提案に満場一致で賛同し門下生のいわゆる階級会まあ,あ 懐かしむ会が始められました昭和十七年敵軸の土地建物が尾形家より国に寄付され大阪帝国大学は所管することとなりましたこれ本当にありがたいことだと思っております本学と敵軸との関係が深まっていきます 今から60年前の昭和38年敵軸記念会が第16回日本医学会総会と小方公安没後100年記念講演会を共催し翌年に敵軸の建物が国の重要文化財に指定されています昭和41年からは 本学の教員有志が6月10日前後に適塾の奥座敷で適塾の夕べなどと称する懇親会を開催するようになります公安新党を辞任する彼らの適塾の現状を憂える声により学内適塾管理運営委員会が組織され 昭和50年代前半の解体修理工事いわゆる昭和の大改修に結実します敵軸は相当まあいろろな意味で荒れてしまってたということそれを改修したということですそして修復された敵軸を会場にして公安機敵軸の夕べが開催されるようになり現在に 至りますところで公安を「本学の功祖」として広く世間に知らしめたのは本学の卒業生でもある歴史小説家柴良太郎の「家臣》という本です。大村益次郎を主人公とする「家臣は敵塾への社会的関心を呼び起こし今から50年前 昭和48年の敵塾記念講演会では柴良太郎氏を講師に招きましたこの講演会も昭和の大改修に大きく寄与することになります以上のように公安の年季の10年ごとの節目は文化財としての敵塾の建物を末永く伝えていこうとする機運を 高めるききっっかかけととなってきたことに気づかされます公安没後160年の節目を迎える現在本学では株式会社竹中工務店によるサポートのと近隣の日本生命保険相互会社にもご協力をいただきながら適軸の防災体制の強化を進めています。 その中において特に重視している考え方が地域防災です文化財が地域を構成する重要な財産として地域を挙げて守り伝えていこうとする人々の協力を得ながら日常的な防災体制の構築を目指していますまた同時に宮大工による実測調査や デジタル技術を用いた3次元計測を行い建物を詳細に記録することも計画していますなおこの調査記録についてはこの秋にクラウドファンディングを募集し市民の皆様とともに進めていきたいと考えておりますところで昭和の大改修の前提には当時の総長 鎌倉淳太郎先生が、移築して保存する案か、このまま現地で保存するかということが当時、いろいろ議論されたんですが、最終的に現地で保存していくということに考え方を転換していったという大英団がありました。ただし鎌穂良先生は 老朽化に加えて防火・防災面を深く憂慮されておられたと伝えられておりますこの地でどうやって防火・防災体制を築いていくのかということですねその思いを同じくするものとして敵軸を後世に伝える責務の重さを私自身は痛切に感じております 私の一年の初めはまずはここへ来てこの隣にあります小型港湾の,ああの銅像にお参りすることから毎年始めております何とかここを無事守っていきたいという気持ちでいっぱいですさて今回の港湾機は先に述べた敵軸記念講演会を発展的に吸収しまして これまで学内の一部の方々に限定されてきたものをオンラインにて広く一般に公開することとしました今回はヒューマ・ンメタバース疾患研究拠点の拠点長であられます西田浩二先生にヒューマ・ンメタバース疾患学とは人体を仮想空間で作り上げる未来の医療と題して ご講演をいただきます西田先生には大変ご多忙のところご講演を賜りますこと心より御礼申し上げますありがとうございます大阪大学の各部局にはそれぞれの原点として大切にしているものがありますしかしこの適塾での塾生たちの学問への情熱は 今も皆ここにいる全ての者たちに受け継がれています本日の公安紀は私たち一人一人が初心に帰る日でもあります公安の残した言葉の数々を私たちの胸に刻み公安の精神を絶やすことなく後世につないでいく公安紀に際して 私たちはここに新たに次のことを誓います。人のために生き、己のためになさず、これ、意と学問との本もなり、そのうちは何より緻密にして、かつ奉還たるべし、理のみに従うとも細やかなる慈愛に、 浸されてかくし,して初めて民の信任をもえん我ら大阪大学に集う者は公安司のこの教えをしかと受け継ぐことをここに誓う誠にありがとうございました。 西尾先生、ありがとうございました。えー、それでは、本日、ご講演いただきます、えー、西田浩二先生のご略歴について、えー、ご紹介いたします。えー、西田先生は、昭和63年に大阪大学医学部を卒業されまして、えー、その後、大学病院での研修を経て、京都府立医科大学の助手、 それからアメリカの総空研究所の研究員、その後大阪大学医学系研究科の眼科学講座の助手、講師、助教授を経て、平成18年に東北大学の医学系研究科の眼科学の教授に着任されました。平成22年からは、 大阪大学の医学系研究科の眼科学の教授を務めて現在に至ります。でそれと同時に先ほどもご紹介にありましたように大阪大学ヒューマンメタバース疾患拠点あヒューマンメタバース疾患研究拠点 WPI プライムの拠点 拠点庁を務めになられています。この拠点というのは、昨年、世界トップレベル研究拠点プログラムとして、日本学術振興会に採択されたものでございます。また、大阪大学の大学病院の AI 医療センターセンター長、大阪大学先導的 学際研究機構、生命医学科融合、フロンティア研究部門の部門長などを同時に務められております、えーまあ。たくさんの受賞歴があるんですけども、労、え、働、ー、賞、日本眼科学会奨励賞、えー、アルコンアワード、えー、ファイザー、オフサラミックアワードジャパン、 文部科学大臣表彰科学技術賞日本再生医学会賞、えー、森下対記念賞など、えー、多くの,あの賞を受賞されておりますまた学会活動といたしまして、えー、日本眼科学会理事日本角膜学会理事長日本角膜移植学会理事長日本コンタクトレンズ学会理事長、えー、日本再生医学会副理事長 など多くの学会で中心的な役割を担っておられます本日はあ先ほども話ありましたようにヒューマンメタバース疾患学とは人体を仮想空間で作り上げる未来の医療と題しましてお話を伺います西田先生よろしくお願いいたします あのまずあのこ,の場このような機会を与えていただきまして、総長、本当にありがとうございます、で島田先生、本当ありがとうございます、すごくあの、えー、非常に詳しいあの紹介いただきまして、ありがとうございます、そしてちょっと座ってさせていただきますあの、先ほどの総長のお話を聞かせていただいて、本当にあのこの地で講演をさせていただくことですね、すごく重く。 感じてさらに重く感じて、ここまで来る来る時も非常に緊張していたんですけども、も非常に重く感じてしまっていて、うまくしゃべれるかどうか、えー、ちょっと不安なんですけれども、えーっとまあ、できるだけ分かりやすいようにスライドをまとめてきましたので、ぜひあの聞いていただければと、でまた、えー、この地です、ね、あの中之島が近くにあります。大大阪学学学医学部はは私の学生の生時実は中の島に 医学部も病院もあったんですね、でその中之島から、えー、1992年でしたかね、えー、移転を吹いた方にして、でさらにあの発展をしたという、そういう歴史があって、でこの辺りに来ると、私も非常に何かワクワクするものをいつも感じている次第で、今日もここで、えー、講演させていただけるとなって、本当に喜んでおります、で今日の話はヒューマンメタバース疾患学とはということで、お話しさせていただきますけども、 これ未来の医療、ですねどうなっていくのかなということで過去のこれまでの医療の発展を振り返りながら皆さんと一緒に未来の医療の展望ですねそれを共有できればというふうに思っておりますでこれが今日、私がお話ししたいもう全体像ということになりますもう結論最初に持ってきた方が分かりやすいかなというふうふに思いましてこのスライドを提示させていただいています。 でまあ、古代ギリシャ、もっと前からの医学というのがあるんですけども、えー、医学が発展したのはまず古代ギリシャで、まあ、観察と経験に基づく医学と、えー、いうことがまあ非常に重要視されていたとで、特にヒポクラテス学派というまあ学派がこの医学のまあ観察と経験が非常に重要だというようなことで、えーまあ、発展したということを聞いております。で 今でもこの言葉ヒポクラテス願望といってそういう言葉って残っているんですねあの亡くなる前にすごく痩せ細って、まあ、そういうような願望の人というのをヒポクラテス願望という、まあ、そういうような名前で、まあ、医学用があるんですけど、まあ、それがもうこの時期に、えー、あったということですねこ,れ、えー、この時期から、えー、それがあ伝えられてきたとでさらにです、ねえー、このジェーン・コルビサールという人はこれナポレオンの 主治医だった人で、えー、その人も観察がやっぱ全てであるというようなことを言っておられてこのパリの臨床学派という、まあ、フランスで結構、この観察当初の医療というのは発,発展したそうで,で、えー、観察が全てであるとで患者をかんいかに、えー、詳しく観察できるかというようなことに、えー、が重要視されていたと当然、今でもそれは非常に重要です。私自身も 実は今日も病院で診察したんですけど一部だけ、少しだけ今してるんですけども、まあ、観察というのが非常に重要であるということは変わりありませんで19世紀になって実は顕微鏡という新しい技術が導入されて感染細菌学という新しい学問ができてきたとでこれ、当初はまあ感染症というのはやっぱり人類は戦いずっとしてきたと。で, COVID ですねコロナ ここ3年、4年ずっと戦いがありまして今なおまだ残っていますけども人類の歴史を考えるとやっぱ感染症との戦いずっと続いているというようなことになりますでそれからですね20世紀の後半になるとこの観察、経験だけではだめとで病体、病院に基づく医学というそこに発展したということになります。これは病気をを分子レベルで理解をして でそ,れをその理解をまあ治療に結びつけるというようなことでこの背景にあるのはやはり2つ大きなことがあって1つはまあ基礎医学の進歩で、まあ、組み換え DNA 技術が、えー、発展をして、まあ、いろんな分子をノックアウト遺伝子レベルでノックアウトすることができるとでそれを働かなくすることができてで動物レベルでいろんな病気のモデルを作るということがこの時期にできるようになったと。 なので、まあ、いろんな病気が分子レベルで理解をしてそれに基づいて医療を行うということになったということですそのもう一つの発展というのは臨床医学の発展、本当これすごいんですけど画像診断 CD とか MRI とかペットとか超音波とか今現在、どんどんまだ進化してますけど、まあ、この時期にまあ画像診断が導入されたということと今血液検査、注射で血液抜いていろんな データ出ますよねあの血液中で,でそ,の時期その検査がこの時期に臨床検査ができるようになったということで、まあ、そういう病院、病態に基づく医学が可能になったということになりますで次にいい発展したのが、まあ、エビデンスに基づく医学と、まあ、ゲノム情報に基づく医学2つの大きなパラダイムシフトが起こったとでこの病院、病態に基づく医学は確かに重要なんですけれども 1, 個1つの患者さんに対して、えー まあ病院、病態に結く医学を行うまあ少数例、少数の患者さんに対してしかし、他の同じような症状の患者さんあるいは病気の患者さんでも患者さんによっていろんな原因が異なる場合がありますので多くの患者さんには通用しないんですね一つある特定の患者さんに通用してもなので、やはりこの臨床疫学といいましてえだある 特定の大規模な患者集団に対してデータを集めてそれを解析してその結果を臨床にフィードバックしていくというようなエビデンスに基づく医学というのがこの時期に今登場したとでエビデンス・ベース・ト・メディシン EBM というふうに言われていますこれ今でもそういう流れでずっと続いているということになりますでもう一つは この時期にやっぱり全ゲノム解読されたということですね、人の全遺伝子の解読をされたということでゲノム情報に基づく医学が可能になったということですけれども、まあ、実は可能になったんですけどゲノムが全てではないということもこの後の研究で分かってきたポストゲノムと言われてゲノムがえ同じでもゲノムが次にタンパクにこう。 ゲノムから作られる段階で遺伝子からいろんな調節が入っているので、まあ、それが次の大きな課題になったということになりますけど、まあ、とりあえずゲノム情報にもうすぐ医学がなされるようになったということになりますそしたら次どういう時代になるかというのがまあ今日のお話かなというふうふに思っているので、まあ、2段階私はあるかなと1つは今チャット GPT とかみんな使っている人多いと思いますけどやはり 人工知能の医療への活用がまず進むだろうすぐにでもこれ始められるだろうと今、一部はもう導入されていますけども先ほど AI 医療センターと大阪大学附属病院でも AI を用いたいろんな機械の高度化というのを行っているんですけどあ医療システムそのものが AI を用いて大きく変革するというふうふに思います。で特に これ勝手に自分でつけたんですけど AI アシティ e d メ c i シンとでやっぱり知識量はもう人間よりもはるかに AI のもうが知識量がもう莫大にあるので AI が人間を助けて人がまあ患者を治療するというようなそういう協力関係で治療していくような時代にまずなるのではないかなとで次にその姿が仮想空間に実装されるのではないかなと。 こういうふうに実装したいと我々考えて、まあ、今、研究を開始したとでこの下の方は、えー、今の現代の、まあ、課題を書いているんですけれども、まあ相変わらず感染症というのはやっぱり新興・最高感染症でやはり問題である最近の COVID に見られるように、で癌のゲノム医療ですね、ゲノム情報を読めたけども、まあ癌のゲノム医療、一部実用化されていますけどまだまだ足りないと。 それから先点以上の治療方法ですね、これはゲノム編集という技術が登場して先天的に遺伝子が異常があっても治せる可能性が出てきました、それは受精卵に対してゲノム遺伝子を操作をするというような考え方ですで、生まれてからだったら一部の臓器の遺伝子を触ってもその臓器だけが良くなって体全身は良くなりませんので。 受精卵の段階から遺伝子を、えー、こう編集して遺伝子異常な遺伝子を直してやると体全体がの遺伝子こう編集される、治るとただ、それが本当にあの倫理的にそういうことをしてもいいのかというのはまだまだあの全世界で今議論がなされているところです、受精卵を触るということは、えー、編集するということは後世に全部影響を及ぶんですね、子孫すべてに。だから それが本当に安全なのか、本当に人間が成していい技なのかということですごく議論があると、ただ1000点以上の治療法の可能性が出てきたということは確かである、あと精神神経疾患ですね、やはり精神神経疾患、認知症にせよ、えーまあ、いろんな精神疾患がありますね、統合失調症にせよ。 えー、うつ病にせよ、そういう疾患に対しては全くまだまだ手つかず、脳の中、脳というのは分からないんですね、脳科学、まだまだだ、えー、学問としても分からない部分が多いということで、まだこの分野は、えー、今後の課題と、やはりそ,そして、今日の大きなテーマである残された最大の課題は、炭疾疾患へのアプローチということになります。 ちょっとこれ最初にの戻のって恐縮なんですけどもえちょっと世界の平均寿命の推移ということをここに書いてますけどもえっとこれは「ーワールドインデータというそういう雑誌に載っているものですけどもだいたい世界が大体世界の平均だったらここですね、今現在2021年70歳ぐらい結構、年齢平均寿命伸びてますどんどん世界的にもで日本は比べるとはるかに高いですね平均寿命というのは。 ほかオセアニア、えー、ヨーロッパ、アメリカ、アジア,、まあ、ア,ジア日本もこれ入ってますけど日本はもっと高いですね、アジアの平均よりもアフリカやっぱり低いということでもう少し後で関連することが出てきますけど感染症とかあと生活の環境とかですねそういうところが問題になるとで日本の平均寿命の推移ここに載せてます。これもっと長期スパンで こっちは1950年からしか載せていませんでしたけどこれ1870年からですから、えー、これ江戸時代ですか,、ねえー、からずっと、江戸時代とか、えー、明治初期は平均寿命が、まあ、30とか40歳代と言われていたんですね、でこれ、急激に平均寿命が長くなったということと報告されています、でこれはあのヤフーニュースでこの荒川和久 さんっていうのが作成して非常にこの人はうまく説明しているなと思って取らせていただいたんですけど実はこれ取り一つトリックがあってで、まあ、平均寿命で、えー、とこれは、えー、と10歳よりも子供で江戸時代から先代の子供を除けば、まあ、60歳ぐらいが平均寿命だったということですね。男性がが歳まで生きた人が どれぐらいまあ寿命があるかということをこれプロットしたもので20歳まで生きると80以上男性も女性も生きているということで江戸時代でも60歳ぐらいまで生きるんですねこれ逆にこれを理解すると子ど供も子供時代にやっぱり亡くなること,ことが江戸時代は多かったということですねだからそれを差し抜けこう考慮すれば60歳から 80以上に伸びているので20何年伸びているととうことですね平均寿命が江戸時代とかそういう時から比べてだから40から80だったら倍になりますのでちょっとそこは理解がしにくいんですけど60から80って 20, 20なので、まあ、こういうことが一つの、ね、理解の助けになればなとそうすると寿命が伸びた理由というのはどういうことなのかなと。でこの 1、えー、一つ、えー、面白い本がありまして読ませてもらったんですけどエクストラライフというスティーブン・ジョンソンという人が書いたものですけどこれイギリスの場合、ですね100年間に寿命が54年も延びたみたいですね、イギリスは。でここに書いてます数、数十億の命を救ったことというのは、まあ、ワクチンと化学肥料、まあ、トイレ、下水道の、まあ、整備、これ衛生環境ですね。で 数十億人以上を救ったイノベーション、抗生物質の開発、えー、二股針、これはワクチンを注射する針と思うんですけど輸血、あとは塩素消毒とか低温殺菌とかこれも衛生的なことで、数百万人の命を救ったイノベーション、まあ、エイズとカクテルとか麻酔とかずっと続いてるんですけど、これ見てもらったら、これ。 えー、ハイライトこのしているものは、まあ、やはり医学の進歩がまあ著しいということですね、やはり寿命が伸びた理由とで、特に先ほど言いました感染症です、ね、との戦い、ワクチンの開発はやっぱりすごく大きな歴史的に大きかったと、それから抗生物質、まあ、ここの部分に当たるかと思うんですけど。 でこれはあの分かりやすいので、これもネットから取らせてもらったんですけど、これ大塚製薬の、えーねね、ホームページから取らせてもらったんですけど、これ、大流行した感染症の死亡者数というのがここに載っております、で14世紀、まあ、有名な話で、えペストが、まあ、ヨーロッパに流行して人口の3分の1が少なくなったということで、本当に怖いですね、感染症。で あと天然痘、今はもう天然痘、実はこのように世の中存在しない、人類で唯一根絶することができた伝染病がまあ天然痘であると、これはワクチンの開発がなされたからなんですけど、あとずっとこういうことが、ずっとやっぱり感染症と人類は戦ってきたと、COVID というのが最近のこと出来事である、パンデミックが。で、まあ この天然痘のワクチンですね、エドワード・ジェンナーという人が非常に有名なので、これは、まあ、牛の乳搾りをする人が、実はこの天然痘になりにくいということをたまたま気がつかれて、これ、牛痘とていって牛も天然痘があったようなんで、それの乳搾りをする人は、実は免疫があったんですね、でそれを、えー、よくあの、えー、観察をされて、 天然痘のワクチンを開発されたということはもう非常に有名な話です、でこのワクチン近代免疫学の父と言われているエドワード・ジェンナでロベルト・コッホーこれも、えー、細菌学のこれ、えー、パスツールと並んでいく細菌学の父と言われている人ですけども結核菌とかコレラ菌の発見この辺りはあのやっぱり顕微鏡の導入というのが開発というのは非常に大きい出来事であったというふうふに記載されています。でパスツールは えまあ感染症の原因がまあ当時は何か分からなかったのが微生物であるということをまあ顕微鏡を使ってえ提案されたということやまあそ,れをその後もたくさんのまあ業績があると、それからアレクサンダー・フレミングの抗生剤のペニシンの発見ってすごく有名で、青カビのえと細菌を培養していたシャーレに誤ってカビを生やしてしまったんですね、青カビを。 いわゆるコンタミネーションと言われてやってはだめなことなんですそうするとアオカビの周りに細菌が消えていたと生えなくなっていたということでアオカビが賛成する何かが、まあ、細菌を殺すようなものがあるんじゃないかということに気づかれて、まあ、抗生剤、ペニシリンの発見に結びついたとこれも非常に有名な話であります、まあ、いわゆる、まあ、セレンディピティというんですかね、今の言葉だったら。 こういったまあよくいろんな観察でそれをこうふっと流すようなことはしないでまあ追求されていることで大きな発見につながる例かなとえ、まあ、研究ってこういうものかなと思いますでペスト菌の発見、まあ、北立柴三郎日本人も感染症の歴史の中で大きな仕事をしてきた人というのが数多くおられます。でこれは次で本題、ね、ちょっっと前置き長かったですけど で残された最大の課題は、単子疾患へのアプローチであるということで、でこれ、4100万人、万人ですねこれ、何の数字か分かりますでしょうかと、これは実は慢性疾患、単子疾患、WHO では NCD、ノンコミ a ニカブルディ e a s ーズ、感染症ではない疾患、非感染性疾患というんですけど これを原因とする世界の死亡者数は4100万人で全世界の死亡者数の71%も占めているんですね、実はで。この慢性疾患とか体震疾患、MCD というのは例えば糖尿病とか心疾患、慢性呼吸器疾患など今、高齢化社会になってどんどんやっぱり増えているような病気なんですね、で世界的にも非常に、えー、死者が、これによる死者が増えているとで。医療が発展したた今日でも私たちは このような、まあ、退院疾患、慢性疾患によって脅かされているというようなことです、で日本でもこの NCD というのはやはり非常に多くて2020年でまあ全死亡者に対する割合が70%以上ありますね、ですのでこの範疇にある病気というのをやっぱなんとか解決しなければならないと、これが今の医学の最も大きな課題と言えるのではないでしょうか。 でなぜ慢性疾患、単一疾患というのが治しにくいのかというと、まあ、これ以外、例えばこの病気というのは環境因子と遺伝因子のこう相互関係で発,生発症しますで、例えば遺伝病というのは単一の遺伝子で発生しますので、まあ、遺伝要因が100%で発症するんですね。で一方外症とか 薬物中毒とかは、まあ、遺伝は関係なくて環境だけで発症すると、なので、まあ、こういったものについては、まあ、ある程度こう治療方法が開発しやすいです、原因がわかるので,で一方、単位疾患というのはこの環境因子と遺伝因子の両方が関係しているど真ん中にある疾患なんですね、両方が関係している遺伝だけで決まらない環境だけでも決まらない。 でこの遺伝因子と環境因子がどうやって相互作用を起こしてこのような糖尿病とか動脈硬化高血圧がん心疾患認知症とか起こすのかということは今なおほとんど分かっていませんですので原因が分からないということを治すことができないということになりますですので我々の拠点というのはこの慢性疾患、胎児疾患を治す新しい医学を作って まあ人類の壮大な目標、全ての病気の克服にまあ挑んでいきたいというような、そういう目標、壮大なこれ目標と思うんですけども、新しい医学を作って、人類の壮大な目標を実現させたいというふうに考えています。このののの WPI というのはは一つのこのプロジェクトではなくて世界 から見える研究拠点を作るというようなプロジェクトになっています、研究所を作るんですね、世界から見える研究所を作る、でえー、私は細胞科学センター、あの大阪大学ですごくあの、えー、今の、えー、生命医学に、日本の生命医学に非常に大きな貢献をした、まあ、非常に偉大な研究者を多く輩出し,した細胞科学センターですね。 岸本忠水先生おられましたし金田先生もそこにおられましたしで私はこの1回、2回、3回、4回あ回あれ5回まであったのかな1回から4回上に行くほど地獄だと言われていたんですけども実は上の方が岸本先生おられたんですけど私一1回で勉強させてもらって松原健一先生ですね。ゲノムの、えー ゲノムで非常に有名なでそこで分子生物学の基礎をまあ教えていただいて、えー、本当にあの当時の細胞学センターに行ったら本当にびっくりすることが多くて日本、見たこともないような、えー、研究を、えー、行われていましたでインターネットって今,今はもう非常に、ね、もう常識に使ってますけど当時なかったんですね私自身は1990年代前半だったその時に、えーと ゲノムのシークエンス情報を、えー、アメリカに飛ばして、その情報を飛ばして、それを、えー、登録されている、えー、ゲノムの情報と比べないとだめなので、インターネットを使っていたんですね、その時からでそれを見て本当に驚いて初めて見学に行った時ここでぜひ勉強したいというふうに思って、まあ、そこで勉強させてもらって非常にしんどかったですけども。 それからもう一つインパクトあるのはソーク研究所、先ほど紹介していただいたえここはジョナス・ソークというポリオワクチンの研究で世界的に有名な研究者がえ創設したプライベートな研究所なんですけどノーベル賞がたくさん出てます、これ、なぜできるのかというと、これ、すごくあのえと建築物としても非常に有名なところで観光の名所になっているんですけれども、え。ー 中を見ると壁がないんですよね、まあ、一切壁がない、人と人とのまあ融合がなされる空間なんです、かつ、ジョナクス・オークは芸術とサイエンスと芸術はまあ多分、求めるものは同じだというような概念で多分研究所、こういう有名な研究えと有名な人にデザインをさして建てたんですけども。 やはり想像の空間になっているんですね、中に入ると非常に想像をかき,れかきたてられるような気持ちになると、だから想像の空間でかつ、えー、人が融合できるような、えー、こう雰囲気があると、アトムスフィアであるということで、まあ、こういう空間というのはなぜできるのかというのはいまだにわからないんですけど、この WPI でこういう空間が作ること、研究環境を作ることができればなということを 一つの私の中の目標に、まあ、夢のようなことですけど、考えています、で拠点の体制ですね、やはりたくさんやっぱりこう優秀な人が集まってこないと世界拠点を作れないということで。 私は、まあ、拠点長させていただいてますけど自分部門長の土井先生、自、ま、分、あ、部門長大変なんですけどこれいろんなマネジメントしないとダメなんです土井先生に、まえー、っと元薬学研究科の、えー、研究課長ですけどもあの執行部にも本部の入られていると思いますけどもとであと副拠点長に武、えー、部先生という、えー、っとこれオルガノイド後でオルガノイド研究まあオルガノイドの世界的な有名な大スターですね。オルガノイドの で31歳で、えー、横浜市立大学の実は教授になって最年少記録を作られてそれからシンシナティ・えー、チルドレンズ・ホスピタルの、えー、オルガノイドセンターの副センター長も、えー、任されてでクロスアポイントでそれから東京医科歯科大学に一時クロスアポイントで移られてからこの藩大にちょっとリクルートして <laughs> この1月から。えー 竹部先生にはこの大阪大学の一員になっていただきましたで今シンシナティと大阪大学と、えーまあ、東京医科歯科大学は学生さんが置いてきているので、まあえー、一定の期間クロスアポートになるんですけど、まあ、少ししたら、えー、シンシナティと大阪大学のクロスアポイントになるというような先生ですあと大田真理子先生は今、えー、タンパク犬の処置をされている先生で皆さんご存知かなと。 でオルガノイドを用いた生命科学と情報数理科学の融合を行って、えー、生体の、えー、人間のコピーを仮想空間に作る人間の中で、えー、起こっている現象を仮想空間に再現するというようなプロジェクトになっていますでそのために、まあえーまあ、今医学系研究部がおられる林先生宮川先生妻木先生ですね に加えてビビアン先生です、ね、をアメリカからリクルートしてそれから、こちらの数理科学の方はデータビリティフロンティア機構の永原先生それから岡田先生は医学系研究がおられているんですけど4月から東京大学母校の東京大学にクロスアポイントで変えられた、まあ、一部、変えられているというような形ですけどもで非常にまあ優秀な先生方に集まっていただいていると。 いうことになりますそれから量子化学ですねあの、えー、細胞からのデータを計測、細胞の状態を計測するために新しい計測技術として量子化学を、まあ、オルガノイドのお、えー、研究に取り入れるということを行っていますし、えーまあ、人文科学 LC, の,、まあ岸本 LC ーの岸本先生にも参画していただいていると、でサテライトとしては、まあ k e とか NTT ですね。の え物性化学基盤研究所、ここではえもともとバイオデジタルツインというデジタルやっぱり人のデジタルツインを作るという構想を持たれていたのでまあ一緒にやるということにしています、で世界拠点ですのでやっぱり海外とまあ連携していかなければならないというようなことですのでえっとまあスタンフォード大学、それからシンシナティ・チルドレンズ・ホスピタル、それから UBC、えー、ですね、まあ、カナダの UBC。 それからユニ,ユニバースティ・カレッジ・ダブリンそれからキュリー研究所・インスティテュートこういったところとコラボレーションをして、まあ、運営するような体制になっていると <はっ S 1> それからどういう内容についてちょっとビデオで、えー、っとアニメーションで作ってますので聞いてください私たちはバイオデジタルツインを用いてヒューマンメタバース疾患学を創生しますバイイオデジタルツインとは 人間の体内で起こっている生命現象や病的プロセスを仮想空間内で再現したものです健康な人や病気になる前の人病気の人のオルガノイドと呼ばれるミニチュア臓器を活用することが特徴ですオルガノイドにゲノム編集などを行うことで現実よりもはるかに早く病気の発症を再現することが可能になります オルガノイドに生じた変化を、千分の1秒から数ヶ月にわたる広い時間軸で、また、さまざまなスケールで記録します。この情報は、従来の人体のデータと合わせて、サイバー空間へと送られます。得られたデータ間の関係を、本拠点で開発する関係データ解析と、数理モデリングモジュールにより構造化・モデル化することで、 情報の変換や保管推論を可能にします。このようにして、データ間の関係性が表現されたバイオデジタルツインを構築します。情報量を増やすことで精度を上げて、臓器レベルから臓器ネットワーク、人体レベルへとバイオデジタルツインを進化させていきます。バイオデジタルツインは、一人一人の体全体から臓器、 細胞分子までさまざまなレベルの情報を総合的にモデル化しているためデータネットワークをたどることで生体の異常の原因を細胞分子レベルで特定できるようになりますまた臓器の機能障害や個々の薬物反応などの予測さらに新薬の開発への応用も可能となりますこの3つを実現する新しい科学がヒューマンメタバース疾患学です 多数の人々のバイオデジタルツインを集めてそれらを共有活用する情報空間としてヒューマンメタバースを構築します研究者や医療関係者はヒューマンメタバースの中で病気のメカニズムを解明し臨床試験や創薬あるいは個別診断治療に取り組みます近い将来私たちはバイオデジタルツインを日常生活の中に取り入れて 健やかな暮らししに役立てていることとでょょう、はいはいえー、ちょっと抽象的な表現で分かりにくい部分もあるかと思いますけど、ちょっと一つ一つ、今日は時間があるので説明したいと思います、で我々のこの特徴ですね、もともと個体の情報ですね、えーと、血液検査とか、あるいは CTMRI とか、まあ、個体からいろんな情報が取れます。 でそれはデジタル情報としてストックできますでそれから、えー、人間の体内で起こっていることをモデル化をして、えー、仮想空間でモデル化をするということは今現在行われているんですけどやはり精度が足りないとか多くの問題がありますで,ですので、まあ、オルガノイドという、えー、患者の細胞から患者のアバター 各々の臓器のアバターとなるような、まあ、ミニチュア臓器を体の外で作ることができるんですね、今はでその患者のアバターを作って、まあ、アバターに対するいろんな反応を、えー、実験的に、えー、観察をしてでそこからさまざまあ、様々なデータを収集を行うとですので、個体からの情報と、えーまあ、もっと ミクロなあ細胞レベルの情報を使って、えー、仮想空間にこの1人の個体の中で起こっていることを、まあえー、再現をさせるというようなあプロジェクトですで再現させると何ができるのかというと、えー、まず1つは疾患メカニズムの解明が成し得るとこのモデルを作ると ここの患者さんで何が悪くてこの病気を発症しているかということが、まあ、このモデル、まあ、バイオデジタルツインというのは数理モデルの一種なんですがこのモデルを解析することによって分かってくるので疾患メカニズムが解明をできてこれは患者ごとに違うかもしれませんけどで患者さんに最適な治療方法を提供することができることが一つとそれから患者の個々の 患者さんのシシミュレーションができる将来予測病気、まあ、これは健常者であれば病気の発症予測とか進行を予測するとかそういうシミュレーションが可能になるとで、えー、なぜかというとこれは時間を仮想空間で早回しすることができるんですね、なので,で実際の個体ではずっとこう何10年経たないとわからないことが仮想空間のモデル上ではもっと短時間に。 シシミュレーションできるとということになりますあとは新しい治療法の開発ですね、メカニズムが分かった新しい治療方法の開発、薬を開発したりということにも応用できると、で体全体で,のので起こっていることをこうコピーを再現させるというのは、いっぺんにはすることできませんので、まあ、一つ一つ、部分部分、まず行っていって、それをまあ全体として拡大していくという、こういう戦略をとっています。 まあ肝臓で起こっていることとか、目で起こっていることとか、心臓で起こっていることですね、ここでまずモデルを作って、まあ、それを拡大して、最終的には、えー、人間全体の体の中でまあ起こっていることを仮想空間にまあ再現するというような目標にしています。で当面のも、えー、と目標は、えー、ここに書いてあるとおりで、私の専門は目なので、 感覚器系病気としては網膜の病気とか神経の変性疾患と今、これ慢性疾患治らないんですねもう一つは骨、軟骨系で変形性関節症とかという病気を対象にしますあと心臓では、まあ、心不全ですね非常にあの心不全治らないですあの患者さんも増えてますそれから肝炭水系 えー、非アルコール性脂肪肝疾患、えーえー、肝細胞癌といった病,な病気、病気か中枢神経系でアルツハイマー病ですね。それから、生殖関連疾患で不妊症ですね。これ、子供がやっぱりこれだけ少なくなっているので、まあ、不妊症で非常に悩んでられる方というのもまあ多いかと思うんですけど、まだメカニズム分かってないんですね、実は。だからこういったことも解き明かしていきたいと。あとは 成長とか発達以上の病気ということになりますこれらの病気をまず対象にして、えー、仮想空間でモデルを作成したいとでステップを考えるとまず先ほど全体像言いましたけどちょっと細かく言うとオルガノイドの研究をしてそれからオルガノイドからデータを採取をしてそれからその得られたデータから バイオデジタルツインを作るモデルを作るというようなことになりますでこのモデルができたらそれをシェアする空間としてヒューマンメタバースをまあ構築をして、えー、将来患者さんと医者がその中で情報シェアしながら治療方針がまあ決定するというようなそういう新しい、えー、医療の姿をまあ描くことができるのではないかなという,ふうに思っていますでオルガノイドにちょっと話をしますけども でこ,れちょっとこれは中学、高校の教科書のレベルですけど、まあ、人体の階層を考えますと個体,から個体は器官臓器から成り立っているとそれ臓器、器官はまあ組織から成り立っているで最小単位というのは細胞であるということになります iPS 細胞という細胞ですね、えー この iPS 細胞から、まあ、山中先生がこの iPS 細胞を作られて iPS 細胞からどんな細胞もまあ作ることができるということで、えー、非常にまあ世界的に今研究がなされていますけど当初は細胞をみんな作ろうと例えば私の場合だったら目の細胞を作ろうと網膜の細胞角膜の細胞を作りたいとかでし例えば心臓の細胞を作りたいというようなことで。 iPS 細胞からいか,んどんいかに、まあ、細胞いろんな細胞を作るか目的となる細胞を作るかということが今までの研究でしたでここ5年、10年は実はそれだけでなくて iPS 細胞から事実的に器官が臓器ができるということが分かってきたんですね、これ、シャーレの中でですね、うん、だから、すごいことと思いませんか でこれがオルガノイドというような、えー、研究領域で体の外でミニ,ミニチュアの臓器を作るような研究と考えてもらったらいいかと思いますで我々の体から細胞採取をしてで細胞から iPS 細胞を作ってその iPS 細胞からこうミニチュアの臓器を作る例えば、まあ、iPS 細胞というのは今は血液の細胞から作ることができるので まあ、血液、採血してその細胞から iPS 細胞を作ってその iPS 細胞から肝臓を作ることができるんですね、ねミニチュアの体の外でですねの脳,の脳も作ることができるんですね、脳の一部ですけどだから今はほとんどの臓器のオルガノイドは体の外でできるようになってきましたもう世界的にすごく注目されている研究領域で,でちょっと英語で恐縮ですけど で私はメノオルガノイドの研究武部先生は炭炭水のオルガノイドの研究林先生は卵巣のオルガノイドの研究ですね椿先生は軟骨のオルガノイドこういうことをすでに成功しているので世界に先駆けて成功しているんですねもうで私のちょっと研究成果を話今日話しできるかなと思ってメノオルガノイドについては2011年 これオルガノイド研究の火付け役となったと言ってもいい研究なんですけどネイチャーの表紙になったこれコれササイ先生の研究ですけどこれネイチャーの表紙でメイキングアイズと書いてますけど目を作ったということですね ES 細胞からこのような目ができたというような3次元の目ができたということでこれを見て世界が驚いたんですね。シャレのの中ででで目ができるのかとということで 驚いたんですけど実は目というのは複雑な組織で目の後ろ側は神経細胞で脳の一部が飛び出してできるんですで前の方は実は違った組織で、えー、皮膚に近い組織ですね、前の方でその水晶体というレン目の中にレンズがあるんですよ。これは、えー、この皮膚に近い細胞からこう分こうできた誘導された組織なので。 後ろ側と前側と全然起源が違うんですね、で笹谷先生らの、えー、とこのオルガノイドは実は後ろ側だけできてたんですね、眼配、だから目全体はできなかったんです、前側は全然形成されてないということで、で我々は、まあ、たまたまこれ3次元ではないんですけど目全体を作るような形を発見することができたんですね、シャーレの中で。 でこ,れをこれが2016年、16年だったらネイチャーに我々報告したんですけどもこの iPS 細胞を特殊な環境で培養するとずっと増殖しながら広がっていって4層構造の構造体を作るということを発見しましたこれ1層、2層、3層、4層。 シームと名付けたんですけどきれいにこう境界がすごくきれいな4層構造できるんですねでこれをよくよく研究してみると1層目がこれ脳の部分ですね目が飛び出してくるで2層目が目の後ろ側の細胞組織ができてくるんですで2層目と3層目の間,の間に水晶体ができてくるんですねで3層目にこの目の前の方前眼部という前の方ができてきて4層目に 目の表面の皮膚ができてくるということで目全体の細胞がこう規則正しくこうできてくるとこれ発生を再現させる形でシャーレの中でできてくるということを初めて見出すことができました、はいまあ、これ今言った通りですけどでそれから、えー、と我々何をしたかというと 3層目に目の前の方の角膜、えー、前の方できますから3層目を細胞を取り出してこの角膜一番表面の角膜を作ることができるようになりましたさでそれから結膜も白目の細胞も、えー、組織も作ることができるようになりました驚いたことに3層目の中の細胞に涙腺の元気も存在してて涙腺の、えー 涙を出す元になる組織ですねそれもシャーレの中で作ることができるようになったんですねでこれが3層目に存在するもので2層目には後ろ側の細胞が存在しますから目の神経の細胞今2層目を用いて網膜の組織が、まあ、あのオルガノイドができつつあるということですでこの2層3層目から作った角膜上皮のオルガノイドを用いて実はもう患者さんにこれ え移植を行っていますこれまだ臨床研究としてですねこれ世界で初めて iPS 細胞から誘導した角膜の上皮をの一緒に人に今投与する臨床研究を、えー、今まで3年間行ってもうすでに終えていますこれ角膜のオルガノイドですけどちょっと,とすごく角膜って透明なんで存在分かりにくいですこのまま角膜があって えーまあ、実際の臨床試験は、えー、と山中先生ところ、サイラ京都大学の iPS 細胞研究所で臨床の iPS 細胞のストックがありますのでそれをいただいて今の CM の方という方法で角、えー、膜上皮を作ってでそれから角膜上皮のお組織を作る組織化させてオルガノイドを作ってそれから移植をすると、うん、これちょっと気持ち悪かったら。 顔を伏せといてていいほしんですこれ実際の顕微鏡手術の風景のームービーこれは実際の患者さんのムービーなんですけどもでこれ目、これだけあの濁った膜が張っていると見えないですねもう完全に失明しているような患者さんなんですけどでこの患者さんに対してこの分厚い濁った膜をまあ取り去って きれいに取り去った後に iPS 細胞から作った角膜上皮をこの上にこう貼り付けて移植をして、まあ、視力を回復させるというような治療になりますで先ほどの方法で作った角膜上皮をこれ,これシャーレの中でこれ作っていますからきれいにシャーレから剥がして、まあ、実際の人に応用を行うと。 iPS 細胞の研究で実は研究としてはもう人まで行ってるんですねいくつかの領域ではもうじじゅ結構な数の領域では人までの、えー、投与まで行ってるんですねだからすごい非常にまあここ5年10年進歩していますでこういう具合にこうペタッと貼り付けてあとまあ縫い付けるということをやるんですけど 肉眼ではできないので顕微鏡下でマイクロサージェリーで行うんですけど、えー、こう糸で、まあ、肉眼ではちょっとなかなか見え,見えにくいような糸で縫,い縫うということになります今、針をここで、うん、これ、よく言われるんですこれ、痛いんじゃないですかって言われるんですけど完全に麻酔かかってますからね。 痛くはないです <laughs> うんうんただ、これ局所麻酔ですからね患者さんアウェイクって別にあの全身麻酔かかってないのでそれわ分かるんですけどもうんうんでこれちゃんと抜いてそれで手術を終えるというで2019年7月世界で初めて人への移植法を行って3年間臨床研究やってもう臨床研究終わったということで えーまあ、こういうふうに、まあ、安全性、有効性というのはある程度示すことができたとこれが手術前で手術後、手術前で手術後と、まあ、きれいになっていますよね、視力も上がっているということでただ、まだ4例しかこれやっていないんですねでまだ本当に安全なのか本当に有効なのかというのは、えー、さらに臨床試験をもう一回もう少し数を増やしてやらなければなりません。そその後に、まあ、それがあ 有効性安全性を示す結果が得られれば、まあ、一般に使うことができるような、まあ、承認されるということになります、で今、その次の治験、えー、という準備をが、まあ、されていると、涙腺オルガノイド、これすごいと思いませんか、<laughs> これ実は酸層目から涙を出す線のオルガノイドを作ることができたんですね、これシャーレ全体に涙腺の構造物が、涙腺ができているんですね。 こここういうういともできるようになったこれは私の教室の林が、えー、気づいたんですね、3層目に角膜の上皮と結膜の上皮と違う線,線のような構造のものができつつあるというのを本当に、えー、彼が気づいてでその研究を発展させたらこういうことに、えー、できるようになったということになりますであと網膜、最後に言いましたけど2層目から今、網膜をのオルガノイドを作って まあ、かなりきれいな網膜のオルガノイドを作ることができるようになってあと網膜質変性症の患者さんの持っているような遺伝子異常を入れると視、まあ、細,細胞という網膜の取って、まあ、光を受容する細胞なんですけどその細胞が減っているということの証明、まあ、病気のモデルをまあ作ることもできるようになってきたと。でシャーレの中で 実際の目の患者さんで起こっているような現象というのを再現することができるようになってきたということになりますまたもうちょっと時間ありますかねであと、武部先生さっき、ね、この領域のスターであるとでどういうことをされているかというのを彼は、えー、こんな素晴らしいアニメーションで示してくれているので彼からいただいたんですけども、えー、と彼は肝炭水という3つの臓器を同時に作るということを、まあ、世界で初めて。 成功しました今までは一つ,つだけのオルガノイドを作るとでどうやって作っているかというと二つの前腸と後腸という発生器に生じる二つのオルガノイドをこう合わせるとその境界部に、えー、肝臓、肝臓、膵臓、胆のができてくるということを、まあ、見初めて、ま、あ彼は見出したんですね前腸とこうこう後腸の間ですね、これ、肝胆水ができていると。 できてきててるとでヘパティックロジだからこの赤が肝臓か、これ膵臓、これが胆のですね、緑が、それがこれアニメーションで示されているので、まあ、こういう実際に、えー、培養しているとこういうような現象が起きていると想像してもらったらいいかなと思いますでリバーができて、胆、え、のー、ができて、それから膵臓ができるということですね。こういういつの連結した オルガノイドを彼は作ることができてでその連結した、えー、臓器が実際に機能していると、えー、小さいシャーレの中で作ったミニ臓器が機能していると胆の胆がこう肝臓で作られた胆汁が胆にこうに排出されるというようなことも、まあ、証明されているということになりますで病気のモデルも、えー、彼はまあこれを用いてす,もうすでに作っている。 ことに成功しています。はい、それから林先生ですね。不妊症へのアプローチで、彼も非常に素晴らしくて、最近でもあのえっ、ー、とニュースに報道されてましたね。あの,オの、オスのオスオスオスの子供ができたとマウスでで林先生がやった仕事なんですね。実はでまあ、卵巣のオルガノイドです。あの彼は、えー、作ることに成功しています。で、あのマウスどうやってるかというとまあオス。 の細胞からです、ね、資源生殖細胞から、これ、オスやって、XY という、まあ、染色体を持ってるんですけど、Y の染色体は男の特徴なんでね、オスの特徴これをこれから落としこうデリートさせ、これを消去するという技術ですね、消去して、XX にそれ、えー、消去すると、この X が複製されて、XX、まあ、になると。だから えオスのマウスから卵子ができるということですね卵巣ができるとでこの卵を、えー、他のメスと妊娠させると,、えー、とオス同士の精、えー、子とに、えー、あれですね受精させるとオス同士の子どもができるということになるとそれは成功したということですね なので、まあ、彼は卵巣オルガノイドの研究をやって不妊症の、まあえー、原因をまあ今、探求をしたいというようなことで、まあ、そのデジタルツインを作りたいという,ようなことで仕事をされています、まあその他、えーと、軟骨のオルガノイドの研究を木先生、あと宮川先生は、まあ、心筋オルガノイド iPS 細胞から動く心筋をこう作ることを成功しているんですねこ,うやってこれ心心臓の組織ですねこれ動いてますよね、シャーレンの中で。 これ別に外から刺激を加えなくても自律的に動くんですね、そういうことに成功されていると、これらのオルガノイドの技術をこの拠点では作っていくと、あと先端技術ですね、かなりちょっと時間がなくなってきましたのでちょっと駆け足先端計測は岡田幸徳先生がこの先端技術、イ,インフォマティクスプラットフォーム構想って、今、美研とアイフレックと医学系研究家 連携して、今、一細胞でえいろんな遺伝子発現をまあ解析するシングルセル解析とか、そういうオミックス解析がまあえできるようなセンターを今、管内内で作ろうというようなことで今、動いてもらっていると、われわれもそこをまあ利用させていただければなというふうふに思っています。量子センシンシグは たんぱく質を原田先生、そして根五先生に参画してもらっているんですけど、今、量子,線量子の拠点ので原田先生のお仕事は細胞内の、まあ、温度とか圧力とか pH とかこういったものを今までの方法よりもはるかに精度よく、まあ、測ることができるような技術を、まあ、開発されてオルガノイドにそれを応用すると。あともう一つやっぱり 大事なのはどうやってこれらのデータですね得られたデータを用いてバイオデジタルツインを作っていくかとこれまだまだ模索状態のところあるんですけども得られたデータを関係データ解析といってそれらのデータのデータ駆動型クラスタリングといって関係をまず整理をしてそれからさまざまな方法で それ,をそれを用いたモデル化を行っていくと、でツールとしては統計学とかメカニ,メカニズムモデルとかに加えて、まあ、最近、真相学習とか AI とかそういった技術というのがまあ皆様もちょっと注目されて、チャット GPT とか,とかで,で、ねえー、注目されているかなと思うので、少しそういう話もしたいんですけど、人工知能の技術もここの えー、拠点では使い当然ながら使いますで人工知能の、えー、発展、これ、あの松尾さんが、松尾教授ですね、東大のよく出てこられる、えー、この人工知能は人間を超えるかという、こういう本に書いてます、それを少し使わせてもらって、まあ、人工知能は、まあ、アラン・チューリングにより人工知能の概念が1950年ぐらいですかね、えー、提唱されて、これアラン・チューリングという人は、えー、このエニグマという、映画になりましたね、これ。 映画になって、えー、第二次世界大戦、ドイツの暗号を、まあ、こう解読した人なんですね、それで、えー、こう対ドイ,ドイツ、ねこう戦こう戦、戦争の,この決着にこうすごく影響を与えたとこれ、彼の人生がこの映画に描かれているということなので、興味ある人は。 これ本当に天才の数学者みたいなので見てもらったら彼が人工知能の概念をまあ提唱したということらしいですね、第一次ブームと第二次ブームがあってそれぞれえまあ水論探索の技術からエキスパートシステムというようなえ技術が発達してただ、あんまりこう冬の時代とそれがまあ盛り上がらなかったと、一時のブームに終わってしまったと。 えいうことなんですけど、えっと、この辺りは私自身もあんまり詳しくないので詳しくは述べないですけど、やはり最近の機械学習です、ね、ニューラルネット、深層学習というようなこういうい新しい人工知能技術がえ2010年代に導入されてからやはりこう第三次 AI ブームが起こって、これブームではないとえいうことになります、もうすでに。でニューラルネットって言った人間の 脳の神経細胞のネットワークを模擬した、えーえー、モデルをコンピューターに作って、まあ、人間が脳が学ぶのと同じような仕組みをコンピューターに、まあ、ラーニングさせると覚こうコンピュータートレーニングするというバイオロジーのそういう知識を生かしたものなんですけど。長先生にはこの えー、拠点でこのディープラーニングとか機械学習、ニューラルネットの技術をこのバイオメディカルツインの構築に生かしていただきたいというようなことを考えていますでこれですねあと NTT の鹿嶋さんはの、えー、っとその辺りの専門ですので、まあ、一緒にやっていただくということになりますけども、えーっとまあ、この辺りはちょっと飛ばさせていただいて。 これもまあいいですかで実は我々もこの人工知能の研究というのは実はやって目の領域でやっています、それはこのロート製薬とあとサイというベンチャー企業、ですねこれ人工知能の,あのトップコンという会社からスピンアウトしたベンチャー企業なんですけど、まあ、人工知能の研究者、優秀な研究者がいます、それで我々の教室と一緒にやっています。 目から全身の病気の予測をする、全身疾患を予測するというようなプロジェクトをやっているんですねで、これ、なぜそれができるかというと、目というのは実はいろんな全身の情報が目に現れてくる、目は心身の鏡であると、で例えば目、唯一体の外から血管、 と神経が見える非親習的に見える組織というのは目なんですねこれは眼底写真ですけど血管があってで神経が見えているとで発生組織学的に目は脳の一部であると脳がの一部が突出して目ができてくるということでで例えばアルツハイマーの人のアミロイド沈着が脳に起こっている時期に網膜内にもアミロイド沈着が起こってきて 来てるんでですね同じ発生期限なのでだから、身を見ると脳の情報とか全身の情報がある程度予測できるようになるのなるんではないか特に人工知能を使ったら人間で見えないもののお判断が、まあ、してくれるんじゃないかというようなことで、まあ、以前から共同研究をしてきましたで画像処理のための AI の歴史ですね。まあ、非常にここままとめてますけども まあ、チャット GPT で使われているモデルですね、トランスフォーマーってよく聞き最近この言葉聞かれると思います GPT の t ってトランスフォーマーズという,もう AI モデルの名前なんですけども、えーまあ、2010年ぐらいから急激に発展してきてで我々が使っているモデルというのはこのデンスネットといわれるモデルでこのデンスネットからマルチモーダルな AI のモデルになっている。 えと数値、画像、テキスト、音声など複数種類のデータを組み合わせて処理できるんですね、質の違うデータというのを組み合わせてその AI がそれを処理できるようになっているんですね、これマルチモダリ,マルチモダリティというんですけど、で例えばあ、この糖尿病網膜症のグレーディング予測ということを我々やってみました。で まあ第一ステップとしてネット上の一般画像ですねイメージネットデータこれは別にあの眼底写真じゃないんですけど一般の画像でまず基礎学習を行わせてトレーニング、デンスネットで,でそ,のそれを転移学習コピーをしてでもう一回この、えー、アジア太平洋遠隔感学区エプトスがネット上で公開しているデータ糖尿病網膜症のデータを えー、用いてトレーニングをさせるという、まあ、2段階の、えー、方法で、まあ、予測モデルを作っています糖尿病網膜症のグレーディング予測モデルを作ると、まあ、非常に相関がいいと,、えー、と予,測予測精度がいいとすみません予測精度がいいということが分かりました、えー、と予測精度としては85%ぐらいの精度を持って、えーえー、予測することができるようになっていると。 これは目の話、ですね、目の話目のも、画像を用いて糖尿病網膜症の予測をするということでありますけれどもで、この我々が使っている方法では過去に同じ画像を使って予測するしたものよりもセンシティビティスペシシティ両方いいんですね、なので、全身の話をちょっとしたいと思いますけれども。 カラー眼底画像から全身のバイオマーカー値を推定できる技術というのがまあ注目されていて2018年から Google でも Google も,もうすごく注目しているんですねで眼底を見ると年齢とか性別でえ分かるんですね実は AI がち当てるんですねで実は喫煙歴とヘモグロビン濃度 BMI とか血圧の上昇こういうのも分かるんですね実は眼底で。 だから目は全身の鏡であるということで,で我々の方法でも同じようにやってみたんですけど実は我々が用いている AI モデルの方が精度が良かったんです、これなの、うん、でそうですねそれから,だから例えばこのヘモグロメ A1c とか ALT とか血液検査を将来、もしかしたらやらなくても眼底 の情報を取るだけで血液検査のデータが分かるようになるというまあそれを示しているデータかなというふうに思いますだから結構血液検査のデータを予測することができるんです眼底写真と実は OCT という断層写真で我々そのデータも入れているので精度がよくなっているんですけどで今我々注力しているのはうつ病の患者のえ予測ですねうつというかメンタル的に 問題があるかどうかはやっぱり早期に予測できたらいいですよね、いろんなやっぱり企業とか大学もそうかもしれないですけどやっぱりいろんなメンタル的にしんどい人というのがやっぱり出てくるのでそういう人に対して早期で検出することができるシステムができればいいなということで我々はあ、まあ、この 右目両眼のカラー眼底と光干渉断層計という、まあ、これも必死に取れるデータから PHQ9 というこれは、えー、じじこう書いてもらう実質,実質式といいますかね PHQ9 でて、えー、用いられているのはこう質問形式でこうか、えー、患者さんというかその本人に答えてもらうんですけどもそれ自覚的で。 操作でできるんですよそれの個人が操作できちゃうのでやはり正確性に問題があるとでもっと多角的に客観的な指標がないかということで我々、PHQ9 スコアを眼底からまあ予測できないかというような試みをやったところ、えー、と非常に相関よく予測できることが分かりました。で これ PHQ9 のスコアと AI が予測したスコアが強い相関を示すということで、鑑定の情報からその人のメンタルな状態が分かるということですね、なのでこれ客観的な情報として分かるので、いろんなこの応用はこれからできるのではないかなという,ふうに思っていますま、こういうような AI の応用というのはちょっと今日、話しずれましたけども。 やっぱり今のところ注目は生成 AI ですよね、大規模言語モデルの、まあ、生成 AI、ChatGPT とかそういうものですけども、もこれちょっと週刊東洋経済にこれ分かりやすいのがあったので、こ取らせてもらったんですけど、やっぱオープン AI、マイクロソフトと組んでいるオープン AI と、やっぱグーグルの、まあ、ディープマインド、グーグルのセットですね、それからメタですね、こういうところが、まあ、生成 AI の開発というのを行っていると。特に GPT、まあ G P T 大規模言語モデル GPT3.5 でパラメータ数3550億か GPT4、実はこれ、明かしてないんですよね、これ、オープンにしてないと、これ、すごく攻撃されて、なぜオープンにしないのかということで、分からないんですね、で他のところは、超は言ってないので,で、一時、これ、 100兆ぐらいのパラメータ数あるんじゃないかと言われてなんですけどで一方では、えー、あのサム・アルトマンという CEO が否定をして、まあ、1億ぐらいじゃないかというそういうい予想もされているんですけどいまだにちょっと分からないとでこれはなぜオープンにしないのかというのはちょっと分からないんですけど、まあ、いずれにしても AI の,この生成 AI のケイパビリティはもう、えー 想像を超えているということになるのでえっとまあいろんな社会を変革する一つのパラダイムになるかなというふうふに思っていましてまあ医療への応用も必ず近いうちにされるとで今現在は医師国家試験アメリカで医師国家試験とか弁護士の試験も合格するレベルにあると言われているので。人よりも えー、我々が、私も、ね、臨床やってますけど、まあ、AI にアシスタントしてもらって、まあ、医療を行う時代がまあ近い本当に近いうちに来るだろうなという,ふうに思っていますただ、この AI が必ず正しいかというようなことで、まあ、いろんな論争が起こっててやっぱり規制をすべきだと。 ということでこでれ最近、ですねものすごくこの領域の AI リスクの議論というのが盛んになされていると、で非営利団体の,このセンター法 AI セーフティからこのサム・アルトマンのオープン AI の CEO のサム・アルトマンとか、えー、このジェフリー・ヒントンという AI の,の、えー、ゴッドファーザーと言われているんですかね、そういう人たちの、あるいはディープマインドの。まあ CEO とかそういう人が AI のリスクについてのステートメントをここに出しているということで AI による人類絶滅の危険性を軽減することはパンデミックや核戦争などの他の社会的規模と並んで世界的優先課題であるべきであるというようなことを述べていますので日本も政府の AI 戦略でついこの前に7つの AI リスクというのを 指摘をして、まあ、これからまあどのようにまあ規制をしていくかというのは今、話し合われているのかなと思いますけど、まあ、こういうような AI の流れがあるとであと最後一つだけ、まあ、ヒューマンメタバースですね、まあ、最,最終的なまあ形としてはこの医師のアバター患者のアバターで、えー、バイオデジタルツインを、えー、使ってのまあ医療が行われるだろうと。 おそらくここに AI このヒューマンメタバースのこのデジタルツイン自身がまあ AI になるのかどうかですね AI のいろんな技術がここに入ってきて、まあ、こういった、えー医,療ね、医療がまあ展開されるのではないかということを我々予想して、えー、この基盤技術であるまあデジタルツインを作ることヒューマンメタバースを構築すること、えー まあ世界に先駆けてそういった技術を開発していきたいと、でこれ、例えば、えー、とこれが NTT とサイバーメディアセンターで、えーまあ、少しやってもらったんですけども、えー、とこれ、体表面の4点の、えー、と振動波から、えー、心臓の、えー、いろんな部位の、まあ、振,動振動がシミュレーションできるという、もうそこまでいってるんですね。 でそれはまデジタルデータとしてそれはあるのでこのメタバース上ではそれを可視化して患者さんと共有して、えーまあ、この例えば便の心臓の便のこの部位が悪いというようなことをまあ可視化して情報共有がまずできるということですね今の医療というのはやはり医師がデータを全てのデータを知っていますけど患者はやっぱりこう一部しかそれを知らない状態でやはり医師主導の医療が行われているので 将来はこういうメタバース医療というのを実装されて医師と患者がピンに、まあえー、情報を共有して、まあ、ディシジョンメイキングしていく、まあ、そういった医療がまあ展開できるのがいいんじゃないかなとそういうことがまあ実装できるように我々はまあ今後頑張っていきたいというふうに考えていますで最初に申しましたようにこれが、えー、今日の結論ですけどもで、まあ、最後に、えーまあ、今日の、えー、拠点ですね えとお話というのはこの拠点メンバーの方々の協力があって今日のお話をさせていただきました、えー、ぜひあの最後に、えーとま、だ研究拠点まだキックオフして間もないのでぜひとも皆様の、えーとえー、引き続きのご指導とご支援をお願いしたいという,ふうに思いますので、えー、よろしくお願いしますどうもありがとうございました それでは本日の公安期的塾の夕べをこれにて終了させていただきます本日は皆様お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました今後も的塾の検証事業に関するご支援やご尽力をよろしくお願いします本日はどうもありがとうございました